韓国が日本の製品をコピーする場合は、過去から現在まで数え切れないほど多いですが、その結果はいつも同じです。 皆さんこんにちはシ CGTV です私は韓国人であり日本人と世界の人々に立韓関係について皆さんに真実を知らせています今日の映像タイトル韓国人が作った浅イスーパードライ今日はそれについて話したいと思います日本を非難し日本を拒否するほとんどの韓国人さえも日本のビールは 大好きという事実。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。え聞いたことがないんですって毎日、歴史歪曲をして、日本に劣等感を噴出する韓国の創業ギ教授。韓国のスーパーマーケットで売り切れされた浅いスーパードライ侵略体を見て、これがあり得ますか と怒る、サーギョンド教授。こんな、サーギョンド教授さえも、日本に来て、日本のビールを飲みながら、日本について、一つ羨ましいのは、生ビール味。ビールが、とても美味しいです。10杯だけ飲みます。ホテルのベッドの横に、カニ便器を用意しないと。分を一度乗せるのに、 内容はあれが全部です。創業の教授さえも我慢できない日本のビールの味。それにしても教授と呼ばれるこの人の一言一言が本当に安いですね。とにかく日本を否定している代表的な韓国人さえも褒めるほどですから日本ビールの完成度はすでに検証中みのようです。 はは。英女の本論に入ってみましょう。箱、ア朝日で開発した生蒸気缶。缶を開けた瞬間、泡が立ち上がり、缶にもかかわらず、生ビールの味を感じることができる製品です。今日本では簡単に見られる製品。箱の新聞を見ると、2021年に発売されたそうです。 私が感じるにはもっと古いようですが。とにかく、韓国では1年3月に限定発売、7月から正式発売を開始しましたが、発売と同時に販売記録を作っています。韓国では売り切れ行列。韓国でこのビールを見ることさえ難しいから、韓国人は日本旅行に来て、 このビールを持って帰国することもあります。こんな状況で韓国人はじっとしていられないですよね。朝日の物量が不足しているこの状況に韓国では早くパクリが発売されました。ビールの名前は CU サドンアタック n ンビール c o c u は韓国のコンビニブランド名。 サードのアタックは韓国のゲーム名。フォントはまるで手榴弾や爆弾が爆発するときに出る音の犠牲語です。浅い缶ビールのコンセプトをそのまま真似した製品。歌もよく似ています。では、ディテールはどうでしょう。韓国製品を開封したら切断面が潰れるのはさておき。 切断面が非常に鋭いですので、缶ビールの状態で飲むには、唇に生地ができる可能性が高いです。それで、このビールにはこんな警告コメントが。缶切り部分が鋭いですので、開封、保管、及び吐きの際はご注意ください。これは、まあ、コップに外で飲めという意味か。 では、オリジナルの浅い製品はどうでしょう切断面の損傷が見られないし、切断面が丸く仕上げられています。ンピールをそのまま飲めるように、製品コンセプトの完成度が高いですね。でも、ここで気が利く方々はご存知だと思いますが、韓国製品には一番重要なものが抜けています。 それは泡です。泡が立ちません。韓国のビール製品側では、この部分をどう説明しているのでしょう。常温で、つって、蓋を開けますと、爆竹のように、ほんという音がします。ほんという音を聞く、泡を見るためには、 常温で保管しなければならないし、振って開封しなければならない普通のビールと何が違うだろうコーラも振ると泡が出るが。まず、その説明通り、韓国のビール製品は振って、蓋をもう一度開けてみます。おお、泡が見えます。泡が。 泡が出るのは出るんですが、その泡が浅いビールとはだいぶ違いますね。ところで、その泡さえもあっという間に消えるそうです。比較はここまでにしましょう。韓国が日本の製品をコピーする場合は、過去から現在まで 数え切れないほど多いですが、その結果はいつも同じです。なんて言えばいいでしょう。文字通り、劣化という単語を最もよく説明してくれる例を作ってくれる感じです。このような劣化製品を韓国国内ではどのように紹介しているのでしょうか。ビール日韓戦、 朝日を捕まえる。朝日泊まれ韓国が作った修理段ビール。韓国人はこれから浅い製品から若干買いた製品を発売して、浅いビールより優れた韓国のビールとか、缶の生ビールは韓国がオリジナルだとか、浅いチョキ缶を知らない外国人には、これが韓国が開発した 生蒸気缶だと説明するでしょう。ああ。はい。そうですね。あなたたちが作ったビール、あなたたちだけで美味しく召し上がってください。この映像が気に入ったり、次の映像が気になる方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、アラーム設定までお願いいたします。皆さんが、 チャンネルに登録してくだされば、多くの人へ真実が届きます。ご視聴ありがとうございました。